ファミツ、ね、ファミツーチューブというね、あの YouTube の我々ファミツーが運営している、はい、ファミツーが運営しているあアカウントですね、 FF のね、うん、やってますけど、こちらでね、こうクリックダダダッと見ていくとファミツーチャンネル月曜ホラーという形でね、あもうカテゴリーが全部まとまってるんです、なんということでしょう。なので僕も今日もね、僕ここを見ながら、はあ、ああだったこうだったなんて ね、 そうですね、思いながら、はい、やっていきました。はい、というわけでじゃあここを見ながらやっていきましょう。はい、じゃあちょっと僕は操作する。あ、そうですね、向こう側に、はい、ああそういうこと、はいはい、真ん中に、あ真ん中に、はい、じゃあ、はい、よしよし、じゃあ僕がナビゲートします。はい。いやこれすごい相当量の動画、確かにそうですよね。そうです、 YouTube はね、あのアーカイブがね自動的にどんどん溜まっていきますから、うん、まあ、コメントがね残らないので、なんかこうこの人独り言言ってんなみたいなことになりがちではあるんですけど、やっぱねコメント1回目から見れないですよ。なんかファミ通チャンネルが同時配信を始めたのが途中からでしたもんね。去年の1月か2月ぐらいなんですよね、うんうん、そうですね。なのでまあ、ここの2月の27日、ドッキリゲーケースアニマトロニクスから振り返っていきたいと思います。はい、これだ、まあ、YouTube はねアーカイブ残って便利なんですけど、コメントが残んないのがちょっと残念でね。そうですよ、そうですね、見てるとね、あここコメント盛り上がったなって思い出もありながら、そうですね、やっぱりこう皆さんとのねこうコミュニケーションですから、一つ、はい、ニコ生っていうのは。いやでもニコ生はやっぱそこが面白いですよ。そうですね、はい、じゃあいきましょうか。はい、まとめてきた、まとめてたんですよ僕。じゃあいきます。はい、これ全画面できるのかな。あ、いけるな。あ、やってますね、はい、ケースアニマトロニクスはですね、はい、先ほど言った通り、ほらほら、なんすかこの絵、熊ですかね。もうなんすかこの絵、かじられる前の顔。藤川さん、あの橋本、ね、市長に、ね、似てますね。似てますね、橋本弁護士ね。そうですね、そうだよね。このゲームはですね、まあ、先ほど藤川が言ったようにファイブナイツアットフレディと、違ってですね、はい、まあ、主人公プレイヤーが、3D 空間を動き回って、この、鋼鉄の熊みたいな獣、そうですね、はいはいはい、敵から逃げるっていう。誰か食った後ですかねこいつ。確かに、まあね、もう口からもうダラダラ流れてますね。恐ろしい。じゃあ、お二人ともヘッドホンをして音楽を聴きながら、はいはい、そうですね、皆さんちょっとあの視聴者の皆さんもね、音声のバランスを、もしバランスが崩れてたら教えてください、ね、この回の、12分、12分、そうです、そこ大事ですからね。タブレットに集中しすぎる藤川顔がね、もう嫌なんだけど。流れてますかこれ。ピザ行って、あ、来てますよ、来てますよ。ていうかどうすればいいの、ノーシグナルってなんだよ。タブレット、タブどこ、タブ初心者だよ。あー何これ思い出してきた。今タブレット見てます。ルール的にはフレディに近い。あーもうだからタブレット見んなよこいつそんな集中すんなタブレットにこいつアホなの、こいつ視界をね、視界をやべえ、いや追うなよ、もう分かるだろう。こいつは追うなよ。こうやってるからね、タブレット。こうやってるか。集中しすぎるタブレット。壊れてんだよ、しかも。だいたい全体的に壊れてる。なんか、何か来てるぞ。ちょっと、おい。いやこれやっぱねフレディのだからもうこんな感じに続いていきます。今日はこんな感じで続いていきます。これね一回説明してもらっていいですか。これわかりますよ。どういう状況なんですか。だからこれはなんかフレディなんですよ。要はそうですね、ルール的にはね、こうタブレットをタブレット見てタブレットでそういう監視カメラをね、監視カメラをこうやって見てるやつなの、この主人公は。だけどシステム上ね、タブレットと見るってやると、はいはい、こうあるわけ、こういうふうにこう全面に来る。そうですね、だからもう襲われてるかどうかさえも分かんないし、ね、こういう視点的にはね、そうバカなんだ。だから普通こうすんだろ、横へチラ見だろっていう ね、 確かにね、こいつバカなんですよ。だから本当にこれを名シーンとして挙げた視聴者の方ね、いやでもよく覚えてらっしゃいます、ね、よく覚えてらっしゃいます、本当に。次は忘れてた。次僕好きで
ですね好きです。あ、同じ動画、同じ動画にある、ね、ケースの、ね、回はね名シーン神回なんです。名シーンのもうあまりね神回とか言いたくないですけど神回なんです。なるほど。あの6シーンあります。6シーン、おお次僕好きですね、はい、次は、充電器が欲しすぎて混乱する。充電器が欲しすぎて混乱する。充電器が欲しすぎて混乱する。どういうことですか。いきます。はい。このタブレット充電器が欲しいんですよ。あ、もう切れた。そうだ、そう切れてんの、ただ違った。動画の音を上げてもらっていいですか。動画の音を上げてもらっていいですか。はい。これダメだ、開きゃしねえし、もうダメだわ。もう一個の、もう無理だよ、あっち行くの。そう、来てんすよ、クマみてえのが。さっき開かなかった扉があったんで、そこが開くんじゃないですか。どこ、ああ、だってこれうろうろしてんだよ、ここ。電話。もう実際怖いっすよね。怖いっすよ。どこが鳴ってる？あの奥。告知じゃない？この中でか聞こえる。あ、その中か。本当だ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 。どうやって行くんだろう。電話。充電どうすんの？充電。あー、もう帰りたい。一回帰っていい？実家に。実家帰りたい。実家なんかありません。ここでしょ？ここだよ。ここが所長室だ。これ実家なんですか？充電器あるだろう、所長なんだから。違うよ、充電器だよ。これか？これ充電器か？どっても違う。すげえ。すげえ。いや、ゲーム的にあり得る状況、壁にある状況、壁にある状況、あ、食べちったドーナツも全部。これかこれかって言って、パチパチ、パチパチ。それ超充電器じゃない。充電器っぽくね。まあ、言いたいことは分かる。一瞬だからスイッチに見えるけど、ゲームの場合、それか本当に充電器の場合があるなと、そう、やっぱ確かめないといけないから。しかもあれ日本のスイッチの感じじゃないじゃない。そうね、あの外国のね、あのデザインの壁。のさ、まあ、この子しばらくね、いろいろ混乱してる藤川なんですけど、これね、まあ、次が、逃走中に身動き不能になる。そう、俺一瞬で最高を戻さないといけない。あ、どうぞ。そこを戻してきます。答えでいきましょう。5分後くらいです、また。放送中に身動き不能になる。え？電話後に、襲われて逃げる下りがあります。あ、はいはいはい、そこでの起きたハプニングです。ああ、やべえ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 、おお、ドア閉めるの忘れてた。やべえ、やべえ、ちょっと前進めない前に進めない。おー、足が。おい、誰か。おー、ちょっとほら、押して。押してよ。ほら、動かないもん。何やったんですか。わかんないよ。おー、誰かこれ、開発者。おー、考えて作ってくれ。した。早く動かして、早くしてください。早く。動いた。動いた。ひどいでしょ、ほら。これひどいっすね。ひどいよね、これ。ひどいけど、ホラーゲームで突然追われるゲームで、急に足が動けなくなるって、こんな恐怖ないっすよ。まあ、なんですけど、でも開発者っていうのがね、ちょっと良くないなっていう。いや、でもね、はい、やっぱりそこへ行くんですね。人の気持ち的にね、何がこの状況に陥らせた人ね、最終的に責任取れ、そう、誰かそいつ言えば解決してくれるだろうってやつの名前をやっぱ呼んでしまうんですよね。神だからね、神でした、作品におけるね。あ、これは懐かしいな。じゃあ短いですが、次はロッカーに入るところを見られるところ
あ、はいはい、ロッカーに逃げ込むんですけどすぐ見つかっちゃいます。調べてないだっけ。そうだ、見る余裕なかった。はい、いや調べた。入るんですよ、ね、みんな普通のドアでしたよ。スロットみたいなのあった？藤川いい。一箇所あった。一箇所あった。あ、月曜日かじゃない。この後かな。あった。もうちょいあるのかな。はあ、チェックポイントから。なんかシャワールームみたいなのから始まって、そうここだ。シャワーどんどん引いて、こっからかよ。で、そうここで回すと来るんですよね。来る。で来たやつをおびき寄せてロッカーに逃げようって。そうだそうだ。来てる来てるね、来てるね。いいいいいい。早く早く早く見られた見られた。入るところガン見されてるっていう。ガン見されてるっていうね。引きずり出して殺されるっていう。これ短いやつ。短いですね。はい、バリバリ見られた。これ思い出すわ。あとなんだっけな。次がこれ覚えてないな。まだ何もない。まだ何もない。なんだろうこれ。バッテリーあったなだって。三パ三パ。三パ。これまだ何もない。ちょっと忘れちゃいました。何もないってなんだろう。なんだろうこれ。どうしたらいいんだろう。どこかまず状況がね。出て。あ。出て。これ僕が目的地を間違えてて、藤川さんを必死に誘導するんだけど。見てく。藤川さんがその通り行ったのに。何にも起きなかった。的な。確かにその廊下大事。そうでしょう。だったかな。廊下見て。おいやばいやば鉢合わせ鉢合わせせっかく見たのに。あ違う、監視カメラのやつだこれ。もう一回見る、もう一回見る。いない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 。これ怖いっすよなこのゲーム。ああ監視カメラで驚く9だ、うん、行くしかない行くしかない。もう3回くらい玄関行かされたやつって言ってる。あ、落とする落とする落とする。来てる来てる来てる。いや、離れてったな。今気づかないの。あ、よく行ってんな俺。すごいな、すげー行ってる。すげーな、やった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 来た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 。ここへ行けば、そうだ、ここに行けば出られるって話だったの。そう、ここで脱出できるっつって来た。まだなんもない。なんでーそうだなんだな頑張って行ったのに何もなかった。まだ何もない。あ、これか。ちゃん、何にもないよ。何にもない。ここ。1回も来た。2回も来た。絶望しかない。何にもない。おお。こういう何もないからのパパッといきましょうか。これがカメラだね、次が。カメラ。カメラ。ここから入ってきたんですか。監視カメラを操作するんですね。いいね、ワンちゃん行くか。怖いなこれやっぱ。大丈夫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 。あ、来たすげえ、あいつが、あいつだまた、あいつだよ、殺しに来るよ。あー来た、なんなんだお前、なんなんだよ。この後もまだある、まだもうちょいある。この後ある、もうちょいある。開けんのも許されないんだ、もう。もうちょいある。電池切れたらおしまいじゃん。怖いっすよね、このゲームね。怖い。電池切れたら運だもん。もうそうだ、電池が何より大事だ。今から行く先のポイントを監視カメラで見て。そうだ、分かった。
命が4秒。あ、今いたいたいた。だからバカなんだこいつ。こうやって見てるから、こうやって。ちょっとどうやってどうやって。気づくだろこうやって。気づくだろさすがに。そうね。夢中だ。音とかね、本当はある気がするよね。夢中だとかよ。というね、ケースでした。今画面の中の藤川さんもさ、こっちの藤川さんもさ、うん、同じ驚き方するからさ、生中継かなと思ったもん今。あと服もね、たまたま一緒だったから ね、 今ね、怖いんだよこれやっぱ。これ、はい、まあびっくりしますよね、こう、うん、バッとくるから。これはね、リアクション回でしたね。そう、あ、そうですね。で次が、バイオハザードになるのかな。片田くんの回ですかね。ですかね。3月6日バイオハザード。バイオハザードでも名シーンたくさんありますよ。もう、ね、いや、これ最初のやつもしかして、ね、もう倒しました。いや、これね、2回目かなんかの、あ、2回目かなんかのやつで、デデオさんと北口が、ね、本当だ。そう、本当はだからこれぐらいね、いるんですよ本当は。本当はね、人がオールスターみたいになってる。そうだから、もう寂しくて最近、まず最初がですね、16分、歌舞伎と書いてます。歌舞伎と書いてます。歌舞伎ね、そうですね。なんだこれ。モールデッドっていうね、あの敵の巣窟に、迷い込みまして、そこでちょっと右往左往する片田くんです。そうだ、一般家庭になんか絶対あるみたいな。PSVR で片田くんプレイしてます。待って、だからそっちはさ、待って、頑張って、いけー、うまいじゃん、今立ち直り早いなこいつ。待って、もう一回、中枢神経、よいしょ。中枢神経ってなんだよ。下して、よし。なんで今2回目の時、なんで2発目で元気出すんだよこいつ。2発目で元気出してさ、こっち向かってきたじゃん今、おかしいだろ。いや倒せないあいつ。あの、無理に倒さない。走ってどこどこ、まっすぐね、まっすぐダメ。あ、いいかも、ちょっと待って、ぶつかる。デデオさん、さっきのとこ開けられるかも。まあいいや、じゃあもう一回ちょっとやろう。来ない、来た、近いって。お前は、よし、あれ死んじゃった。やっぱ人極限状況になると出ますね。顔見ますね。それは確かに素晴らしい。あれって言われて。で次もサクサク行きましょうか。次は捜査に戸惑い、怒られる方だくんです。デデオさんで怒るのよ。横にいるのはね、デデオっていうバイオハザードのキッチャーの。3回目。よいしょ、ほら、よし、いけ。よいしょ、狭い。よし、通ったぞ。オッケー、ほら、もう慣れてるから、もう3回やればね、大体。これ結構苦戦したんですよね。そうですね。早く、開けよ。ここ敵が多すぎて、弾が落ちないから。オッケー、いいぞ、頑張れ、走れって引っかかってんじゃねえよ、マジで。よし、いいぞ、いい調子。オッケー、よし、取れよ。頑張れ頑張れ、ちょっと、走れ、それでいいんだ、それでいいぞ、お前はできる子だ。自分こぶしていく。あれ、待ってされる。どこだっけ、ここ。ちょっと一
回マップ見ようぜ。あ、そうそう、一瞬でいいからマップ見よう。で、このマップもあったっけな、このマップもあったっけな。あの、今のマップの左上、そっち行かなくていい。行かなくていい。まあ、こんな感じで、こんな感じだ。もう一人とやまったようです。扉開けて。右曲がって扉開ける。バカ、そっちだね。バカはよくない。あ、ほら来てる来てる。わ、2匹来てる2匹。おーいってお前。もう一生俺の後をついてこい。そっちじゃねえよ。なんでこっち行くの。もう体にこういうことしてる。待ってくれ。さっき言ったんだ。ダメだ。逃げ場がない。逃げ場がない。開いてくれ。開かないんだ。開かねえか。向かえて。落ち着け。向かえて。よし。おー、ダメだ。ダメだ。走れ。動かない。あと、R1 押して。R1?R1 ってかまえどういうこと？あ、ない、なかったらいいや。で、どこだ、やばい、まずい、どこ。で、これでセーフハウスに逃げるっていうね。あったんです。あの、こうしてね、客観的に見るとね、このデデオさんが俺を操作しようとして一向に操作できてない感じがよく伝わってきますね。これ見たらデデオさんも悪いよね、これそっちじゃねえ。デデオさんも悪いよね。冷静に見ると、普通にバカって言ってるけどさ、バカって言っちゃダメですからね、皆さんもお気をつけください。 ね、ついとっさに出ちゃうよね。分かるよね。そう軍曹だよね、だからね。ああ、そうそう、そこも含めて面白い。シッターするところで、次がジャックっていう、まあ、ボス敵との対峙で、肩たく体で避けちゃうシーンかな。だいたい体で避けてる気はするけど、ね、あ、ここね、まあ、この後ジャックとの対決がクライマックス。ここはすごいですね。ここはすごいとこですよね。まあ序盤の一番盛り上がるところかな。ああ、これ賢いね。こう先に箱を壊しておくっていうのはね、賢いと思います。ね、本当だ。いくぞこの野郎。おお、この野郎。ここからレリーフを、ね、探して、カタダガードってみんながね、たまに言うやつがね、この時にできたんですよ。こうこうするの。そう確かそうか。ジャックですね。待ち待ち、近い。ちょっと待って。なんでそう、親父のとこにやるんですか。おかしいでしょ。もう逃げられるから。カタダ君が。やべ、避けられた、やべ。前に行かないと、世界から離脱するの。しょうがない。すごい人なんですよ。ヘッドショットしてるよ、うん、結構ね。ああ強い。やべ、食らっちゃった。頑張れ、立ち上がれ、おひろ。よし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 、おー怖い。よしよし、そう、このね、常に対角線だから。何言ってんの。よし、あ、いいよ。ちょっとでも近い方で。あ、いいよ。デデオさんが面白すぎるわ、これ。やべ、おい、そうしたよ、まず。本当だよ。やべ、いて。やべ。大丈夫、まだ黄色いから。この後かな。いいから、じゃあ黄色い。チェーンソーのハサミで。やばい。早い。あいつめっちゃ早い、走ったら。体で避けて。無理。いいから、あれ拾えよ。やってみ VR で、まあ、ここでブワーってね来るから、もう分かる分かる、なるよね。スワーってね、避けたてになっちゃう。体必死で。なるよ。ほら見て、この汗もう動いてるから体が。これはすごかった。汗、まだ変態マスクもまだなかったのか。そうですね、体で避けたという、サクサクいきましょうか。バイオハザード3月6日バイオハザード面白いな、やっぱ。いや、こうしてみると面白いよね、かなりいろいろやってきたんだなっていう。次はですね、3月27日、はい、アウトラスト DLC 藤川さんの回かな。これ見せていいやつですか。これはね、その攻防が楽しいってやつですね。本当にひどいね。よいしょ。
まさにそのこのゲームはね、閉鎖された精神病棟に迷い込んだジャーナリストが、まあ、いろんなね、ピーと戦う、ピーと対峙すると、はい、やばいやつ、やべえやつらと対峙するっていうゲームで、やべえやつしかいないから、倫理との戦いですね。倫理との戦い、これはロッカーのやつじゃないですか。ロッカーに隠れたらやばいと見せられるやつじゃないですか。そう、ま、そう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 、その後々あります。はい、かなりこのゲームはね、グロ描写がきついのと性的な描写がとてもきついので、その性的な描写を見せないように四苦八苦してる姿が。誰かいるよね。ここはね、死のベンチプレスだ。ここ、あ、本当だ、あ、本当だ、あ、ここはあのなんか刑務所みたいなところね。歩かない、そうそうそう、刑務所の外です。中入ってって、この先にね、ちょっと問題児がいるんです。なんか声がすんだよ。あいつは、あのね、兄弟が、はい、問題児がいるんです。音だけ盛り上がる。あ、おるぞ、おるぞ、おるおるおる、あれだ、市民じゃない、あれ市民。僕はね、片手にマウスを置いて、いつも画面を切り替えられるんで、危険だから安心しないで。正規が見えちゃうんですよ、これ。安心、安心、安心できない、安心、ほら、安心と安心をね、目のため見ないで。いる、二人いる。これやばい、こいつらやばい。え、こいつらやばい。いやいやいや、やばいやばいやばい、やばいって、やばいやばいやばい、これやばい。刑務所で正規丸出しですか。やばいやばい。本編で出てきたんだよ、モロダシシスターズ。シスターズじゃねえよ、ブラザーズ。モロダシブラザーズ。あれだ、おーだ、二王像。そう、これ二王像。見ないように上を見て進んでください。無害だから。これ二王像。あ、ダメ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 。二王像。これ上向きだ。シルエットがね。これほら、上向きだ。うっすら二王。上向き。上向けて、上向けて。もっともっと。そうそう、あ、二人いるわ、確かに。これ大丈夫？ダメだ。こいつは、こいつ危害ないから。ダメだっつって。精神的コロナ。大丈夫？こいつはないから。あったとしても。超見て、超見てる。ほら、上上上上上。本当？ダメだって、絶対ダメ。二王、ほらダメだ、二王、二王ダメだから。あうん、あうん、早く、その奥どこ行くの。どう、じゃあ日本語が通じねえ。あ、もうダメ、もうダメ、もうダメ。右かかり、もう行っちゃって。どう行くの、左スケート、右かかり、奥でしょ。こんなだったら、本当に画面見えてる。左方向、そう、え、あのね、丸刈り方向、丸刈り方向、こうやって。ほんと大丈夫、大丈夫だから、こいつら。あ、ほんとだ、ストリーキングだから、ただの。全然大丈夫じゃねえ。いいね。大丈夫じゃなかった。散々言っといて、ね。してやったりの顔してる人がいる、ね、画面の中に。全然大丈夫じゃねえ。僕もアップデートって切り替えました。あ、ね、そう、非常にこうフェードアウトしていってね、すごい、こう画面が。すごいね、切り替え方だったんですね。ファーってこれ、ファーって顔。僕もシャーってすごいね、本当に。はい、続いて、4月3日バイオハザード7。こうたくさんね、視聴者さんが寄せられてすごいありがたいですよね。バイオはね、非常にこう山場がね、ありましたよ。ありましたね。これはね、さっきのジャックとの死闘ですね。ちょっと見物、死闘決着編でしょ、これは。見物ですね。片原くん、急に一人になってます。寂しい、寂しい、ね、見捨てられた。そうそうそう、北口さんが、ね、いなくなってたのよ。だからね、そうだ、何回も言うんですけど、 VR するとコメントが読めなくなって、うん、本当にね、一人でただただこのジャック家の中でね、喋ってる人になるの。そうね。そのだから精神がね、変調をきたす状況をね、ぜひご覧ください。いい、そうそう、こう。はい、これで。あれ、ここはあれじゃない、もう。あれ、ちょっと終わってんな。もうあのマーガレット。そうだね。マーガレットのターンになってます、うん、そこだね。そこですね。あれ、これじゃないな。ちょっと待って。4月3日か。日付が違うかもしれない、ね。日付が違うな、これな。4月、失礼しました。4月3日でしたね。いっぱいっててね、わかんない。これ結構時系列でも なかったりするときがあります、ね、4月3日のバイオない。あ、日付がわかんないね、これタイトル。17日、3日はこれだけど、これか、これか、失礼しました。今見たやつ、あれじゃあ合ってた。いいから、いいから、うん、これ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 、ね、あ、じゃあまだ孤独じゃない、決着編かもしれないね。ジャックとの決着編ですね。これでかなりもう歴史に残る、ファミ通チャンネル的に歴史に残る人が手に汗握りましたよ、僕は。
いつもだけど別に汗はここからの戦いがね確実に攻撃が出ないっていうのはこれ結構もう4回ぐらいチャレンジしたんじゃないですか。あ結構死にましたね。最初からいくと結構5分ぐらいかかっちゃうんじゃないの。大丈夫ですか。操作思い出しながらでもね、いけた。でも学んでるんだね。そうそうそう、これちょっと1回ね。あでもリロードしてあれリロードしないな。まあいいか。そうですね。でもやだよね。どんどん後ろに下がっていってね、この右下の画面がね、だんだん小さくなっていくところ。頭ねみたいになっちゃった。あ、そうそう。やっぱね、あれだってズタ袋をね当てるのね、うまく使おうって。わあびっくりした。あ、あ知ってるわ。びっくりする人。わあ、ここは覚えとけよ。何回はってんだから。びっくりするんですよ。こいよさあ。ここが俺とお前の大阪夏の戦だよ。さあ来い。よいしょほら。よいしょ。いいぞ。いいぞ石田三成頑張れ。あやばい聞いてテンションおかしいんですよ。待て待て待て。200ぐらい打てば。いいからいいから大丈夫だから。いいからいいから。よいしょほら。よしいいぞいいいいペース。ほら逆転打て逆転打て。逆転打つんだよ。そうだ、ほら、右出してるとか、そうだよ、そうだ、そう。あ、そうなの。そういう実験。待ってくれ。あ、お前、武器使うんじゃないのかい。ほら、何、もう、ハサミタイムいったよ。よし、そう。そういうことよ、そういうこと。さて、そう、そうだ。こっからの、からの、いや、いいぞ、いいぞ。さあ、来い。よし。よし、来い。よし。たまらなくなっちゃった。待ってくれ、待ってくれ。オッケー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 、どこ行った。オッケー待ってくれ、なんで、なんでしてんの。よし待ってくれ待ってくれ。よっしゃやばい聞いてね聞いてね待ってくれ。なんだよ待ってくれって。よし来た、いいぞいいぞ。本音ですよ、本音。いいぞ、よく考えたことぞ。よし、はいはいはい。オッケーオッケー。あー待ってくれ待ってくれ。あー待ってくれ。エンジンかかってないけど。よしよし、いいぞいいぞ、エンジンかかった。あー待ってくれ。あー待ってくれ。いけー、いけー。よっしゃー、待ってくれ。あ痛い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 、効く効くぞ。うわ待ってくれ。よしいいぞいいぞ、いけくだ。待ってくれ、あ待ってくれ、待ってくれ。よし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 。オーケー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 。これダメだ、すまない。言い続けるでしょ、多分。よし、あ切られた。いけー、ダメー。あ待ってくれ待ってくれ。いけー、ダメー。よしよし、そうだ、緩急だ、緩急。ほら効いてねえんだ、これ効いてねえんだ。あ待ってくれ。もう戦いだから。痛いのもんだ。俺の下蹴り行かない行かない。下蹴り暗い。あれ待ってる。暗い。プレイエリアの外なの、暗いの。ああ。もうさだもうさだ。おお来た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 。ジャケット。ないぞ。ジャケットから。ジャケットから。ほら。ジャケット。いけ。いけ長押し。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 回復しちゃった。すごい。になってる。すごいよね。濃厚な殺し合い、こんなにすごいノワール感ね。すごい。僕は片田さんね、行けーっていうの好きだね。そうです。行け待て。なんだよ。
というのは4月3日のバイハッスルセブンでした。これは非常にもうね大ハッスルした回でした。大ハッスルですよ。素晴らしいね。命をかけた戦いでしたね。デスマッチですね。もう分かってるよ。もう VR は命が。すごいすごい。そして4月10日アウトラスト DLC ですね。またアウトラストだ。まだ問題のシーンには行ってません。ここはね、ちょっと。あですね、あなんか思い出してきたな。ここで、途中でですね54分にですね、とある部屋にたどり着くんですね。で、この部屋でなんかいろんな工具があって後ろからあいつの方に押すやつがいると思った。大したシーンじゃありません。大したシーンじゃない。なんだなんだなんだ、あのドアがどん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 なるんですよ。怖いですね。うわー、入っちゃいけないんじゃない？音がね。そう、閉じ込められちゃったんですよね。ほら、またさ、なんかがいる合図だ、これ。あ、これ思い出した。見て、右の見て。壁、壁、壁。え？工具。工具だよ。ないんだよ、一個も。あー、なるほどね。うん。本当だ、全部ないわ。全部ないよ。DIY とか言ってた。何に使ってるんですかね。当時は引っ越ししたばっかりだったから、ここだってなんか立ててんでしょ。閉じ込められてると思ってます2人は。そう、何がおかしいんですか、ね、残ってる、ほらまだ残ってる、これでは残ってるんじゃない。残ってないでしょ。残ってない。Do it yourself したの、これこれ Do it yourself ね。 DIY ね。した後だ、これ所さんのベースキャンプみたいな感じになってる。憧れね、憧れ。人間をドゥイって言わせる、どういう意味だよ。いや、そんなこと言ってる場合じゃないよ。なんかどんどん言ってたでしょ、この向こう側。そこはどんどん言ってたんですね。ああ、そうだ。いけないと思ってるから、なんかうろうろしてる感じなんですね。こういう新しい強敵の登場を予感させますけど、これそうでしょ、これ。これずらして、いや、ずらしいの。必要ないでしょ。アーケーの入りの。いやいや、あ、いや、だって入りのじゃないもん、あそこだって。そこだもん、いや、すぐそこだから。じゃあ動かせるかどうか見てくださいよ。こっちで行けばいい。動かせるかどうかだけ見て。こっちから動かすよ、そうしたら。こっちから。反対側から、反対側から。動かせるなら。どうしたら、どう落とすんだい、これ。そっちそっち。あっ、いける。動かずらしいの、開けの、入りの、開けないの、開けないの、ずらさないの、これ何突撃の、出るの、どうするの、ここから、そこから、あれここから出られない、あ出た、出てどうするの、出たの、ここが開くだけなの、あれどうしても、バカだ、ないの、じゃ開けてみてよ、でも開けてみてよ。開くだけなの。そうだよ。どうでしょ、これだって。何の意味があるの。こうやってみるとね、よくこんだったら何もねえとこで。ルートが2つあるってことなんですかね。開けろ。ろそう。開けろ。お、引きだ。ここ開くだけな。何の意味もない。なの容量の無駄だ、これ。きっと使えるときは来るか。これ全く来ない。全く来ない。これ全く来ない。何の意味もなかったこれ。謎のバリケードだったら。容量の無駄っていうね。吐き捨てるように言ってます。容量の無駄。よくここをチョイスされましたね。ね、あのコメント言った方。覚えてました、これ。続いてもアウトラスト回ですね。また。これアウトラストやばいやつですね。やばいやつ。これもしかしてあのひどいやつ。このアウトラストは。ここひどいですね。アウトラストは DLC はね、後半のクライマックスにとてもお見せできないシーンが変質しまして、そう、凄まじいんすよ。この回だろうな、冒頭2分ってなんだろうな。確認パンパンですし、どうせ折りっぱなしで行きなさい。あ、これでやばい。あ、違う、これは関係ない。あ、ここからだ。痛がる藤川。あれでしょう、だから痛がる藤川です。ここほんと最低だった、
もう怖いです、ね、この後最低シーンがたくさん続くんですよね。最低なオブジェがいっぱい置いてある。どっち藤川さんよく痛がってるんだけど、かなり今回この痛みはね、強烈な痛みかなり痛そう、かなり痛そうな藤川こっちだ、こっちこっち、声がしなくなったよ。これ変なやつが、インダストリーオン効果音なのか分かんねえな。追っかけてきてんじゃなかったっけ、ここな何者かが逃げてるんですよね。ちっち、またまたまた、まただ惜しいの、しぶきですね。早く早く早く、惜しい、あ、来た、早く早くしようよバカか、早くしよう、早く、まうるせえ、すごい、すごい、おしごおしご、痛い、おしご、顔痛い、俺の俺ひどいね、あいつ見てるし、本当だ。痛がる藤川でした。この回にですね、その問題のシーンがあるんですよ。問題のそのお見せできないシーン。このまま見ちゃいましょうか。見ちゃいますか。この先ですか。あいつに追っかけられてるんですか。あいつに追っかけられていくうちに、とんでもないシーンと出くわすんだよな確か。痛い痛い。まだ痛かった。ダメージが続いてるから今。あっちいてっち、あっち。セロリーミキコで訴えるんです。やめやめろって。そうです。これ以上は見せられない。ね。あいつあいつ。痛い。え、こんなあったっけ？こんなあったっけ？これで死んだ？挟まれて死んだ。あれ？挟まれて死んだ？どうする、ここに本当は行かないといけなかった。あ、そうだそうだ、さっき降りなかったから挟まれちゃった、挟まれて死んじゃったね。これだってさ、本当にえげつないなんか感じなんですよね。この後がね、でも足怪我しちゃった、ゲーム史上、いやもう俺もそう言っていいと思うんですよ、一番かもしれないなっていう、俺も一番だと思います。ゴアシーンがゴワゴワです。なに今ね、北口さんがなんか機材持ちやってきてる。もう勘弁してよ、初めてこのゲームやったの俺らね。あ、そうね、ダウンロードコンテンツじゃないやつね。そう、ああ。安息の地はもうどこにもない、足を痛めてるからこういう歩き方なんですね。あ、そう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 、違う、え、これなんだっけ、これよくできてんだよな。足を痛めつつも逃げ惑う主人公。そう、血だ血だ、嫌な不吉でしかない。ここですね。そう、敵がだから来るんだ。ここからクライマックスにドダダってなだれ込んでくるんです。あ、そうなんですよ。でも、ね、隠れてる。あ、ほらほら。やばいやばい。これやばくない？おー、これごっちょ、これごっちょか、おい、これごっちょ、めーが、めーが、あー、これごっ、やめろよ、やめろ、これごとやめろ、なんだ、いやこれごとだ。あー、もうこっから見せられない、こっからえー、なんだよ、ハッピーボールセット来ます、はい、こっからもう無理、いや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 、やだ、はい、こっからもうハッピーボールセット、バカじゃないの、ハッピーボールセットって何ですか、こんなのビーム自分で受けでしょ、こっからバカじゃないの、こっから最もゲーム史上最もね、いや俺もそう思いますよ、最も抱きすべきゲーム、おバカだろこれ、おいロッカーなんて隠れるのがいけないんですよ、でも隠れるだろなんだよこれ、もうバカだこいつ、あ、暴力に暴力を挟んだハッピーボールセット、何やろ、あそういうことねなるほど、何がさの、何されるんすかこっから、すごいよな、ロッカーに隠れたらロッカーごと持ってかれるっていうね、何されるの、禁じ手でしょ、あーもうどこに囲まれてる、この主人公はとんでもない目にあるんですよ、あ、なんだこれ、画面は映らない、画面映らない、これもうダメなやつ、
ダメなやつだ。これはとてもお見せできない。あれダメなやつじゃん。あれ俺、あれ俺にやるのか。あ、これダメだ。すごいことをしてるんだよ。ダメだぞ。次俺の番なの。はあ、バカだろ。あれ俺12時間後混沌させられました。閉じ込められて前のね犠牲者がされていることを見せられて見せられてそこでまあ順番待ちというね。怖いね。で暗転してこれとっても口じゃ言えないことされてますから、ね、そうなんです。まあ皆さんぜひね18歳超えてらっしゃる方はご自身でねお確かめいただければと。ああこれダメだ。これバカだろ。何これ。これすみません、しばらくね、この二人の顔でね、光の想像してください。すみません、ゲーム画面なくて。セロセロとかどうなってんだろう、このゲーム。セロ戦士だった。なんだろう。あー、ダメ。あーセロって叫んだね、これだ。セロセロさえいれば、入れたな。セロさえいればこれを、これをやめさせることができた。セロ止めてくれ、これセロ止めてくれ。連打してんだよ、嫌だから。なんか何これ、何これ。今多分まさに真っ最中、とんでもないバカじゃないのこのゲーム。何あれ、これから始まるの。あーやばい、あーやばいぞ。生きてるあれ。もうバカだわ、バカ。あーいったー。デオ何言ってんの。あーデオ世界。デオ助けてセロなんだこれ、なんだこれ、作ったやつ。あーもうじゃ使うんだな。あーもう、あーあーあー長い。長い。トーチャーの影よ、トーチャーですよ。トーチャー、トーチャー、トーチャーですよ。すごいんだよこれ。これ見ない方がいいですね。見てたんだ。俺かよ。自分の番来た。ああもう、なんだこれ。あ、俺だ。俺があそこにいる。あ、もうこれダメだ。ほんとダメ。ダメだこれ。これどうなんだっけ。ダメだこれ。何言ってんだよ。なんだこのゲーム。もうちょい続くんですか。なんだこのゲームは。何の場面かさっぱり分かんないですよ。分かんないけど。バカだ。バカ。カチ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 。バカだ。お前の言ってること全然分かんないよ。もう何言ってるのか全然分かんない。あ、セリフが入ってる。なんか言ってんだよ。なんか言われてる、ね。言ってんの。男と女がどうこう。ポンでしょ。俺ポン。あ。ポン。あ。あー。ませんでしたけどね。全く出てなかったんですけど、とんでもないことが行われていて、いやーこれ、ね、悲痛の叫びを上げるっていうね。いやすごいです、ね。これ PC ゲームなんですよね、だから。PC ゲーなんですよ、ね。PC ゲーだからセロ審査がないんだよね。そうそうそう。いや家庭用ゲーム機の審査をしてるセロとは一切関係ございません。セロがいれば食い止められたかもしれないっていう。食い止められましたよ。多分っていうね、っていう話なんですよね。絶対にダメなやつ。何の規制もないですからね。はい、どんどんいきましょうか。ですね、ここもまた藤川会ですね。アウトラストですね。アウトラスト、アウトラストばっかりだ、ね。名勝負数えたと言っても。先ほどの、ね、アウトラストの最新作、ナンバリング2ですね。タイトルが包帯持ってけよ。包帯持ってけよ。いいですね。あ、なんか覚えてるな、これ。藤川さん、お化け屋敷どうなの。隠したりすることで。行かないよ、あんまり。思い出した、思い出した。これでそうやり過ごすんだ。あれ、あ、なんで立っちゃったの。なんで立っちゃった。
マイク消しときましょうか、バッテリーが減るからね。もういいのかな、これでいいんですか。でもね、アップデートで、ね、減らなくなったのかな、うん、マイク僕のメモではこのタイミングですね。いいのかな、これ電池どんくらいなんだ。ファインドNothing matters but Lynn. これちょっと間違えたかな。わかんない、しゃがんじゃうとわかんないってこと。しゃがんじゃうとわかんない、立ってないから。バカだ、これじゃない。もうちょい後か。この辺の微調整がね、うん、なかなかちょっと。ちょっと見てるように思え。そうだ。じゃなくて。これじゃないな。この後か。61分あたりで割って教えてくれる人。61分、すげえ。叩かれた !61 分あたり。もう10分前ぐらい ?61 分。ここじゃないな。ここじゃないな。これ見てろよって言ってるやつだ。ちょっと待ってください。まあ創作をちょっと今。ああ、いるいる。どういうゲームなんですか、これは藤川さん。これはだからもう、頭おかしいやつの。めっちゃ怒ってるんですよ。いっぱいいるところに。ちょっと待ってください。って帰れどこに行くの、あそこ。この世にも恐ろしいゲームだよ。ここに行けって。あ、これ71分。見たよ。よく覚えてんな、みんな。いやだからそ 1時間01。なんか光ってますよ。ああ、そうかそうかそうか。ボラ大学って一番怪しい人がさ、怪しい、実はいい人。1時間10分でいいんだよ。ああって、あって1時間10分で。あのおじさん怪しいけど、もうこの辺ってことですかね。あるいは。ああ、なるほど。61分って教えてくれてる人がそこだって言ってるのか。あんなな。バカだこいつは。あ、バカだって。証明なんだよ。あ、そうだそうだ。ここだね。61分合ってる。すごい。合ってる。すごくね。すごい。ね。藤川さんすごくね。なんで61分って言えんの。ね。大体こういうのは視聴者さんの方が詳しいですから。オッケーオッケー。なんで握手してんだよ。あ、ほらほら、これだ。包帯、包帯。包帯持てないって。使っとこ、使っとこ、使っとこ。3つましか持てない。3つましか持てない。どうやって使う。3つポケット入ってるんですよ、右のポケット。回復アイテムなんですかね。全開だから大丈夫なのか。あ、で、全開。包帯持ってこうよね。あいつバカだな。こっちのポケットに入ってんのにさ。なるほどね。バカだよ。確かに。いやでも思うよね。おっしゃる通りです。思うよね。なんだろうな、こいつって思うよね。電池しか入れない。決めてる。加えてでも持ってくよね。左の。ほら、電池しか入れないんだ。あとおかしい、こいつ。几帳面なんだよ。左は電池だけって決めてる。決めてる人なんですね。正面なの。ここ開けるんだ。入れとけよと。なるほどね。あ、別にね、お、ね、あるでしょうね、収納場所、別に、ね。ちょっとしたことなんだけどね。ちょっとしたことですよね。1分、1時間12分。プレーリードッグ。プレーリードッグ。家行くのはそこ。ここかな。プレーリードッグ、あんなところに。奥ですよ。普通行かないですね。奥行きますよ。あの男どこ行った。いや、3分だ。あ、怖え、あ、怖え、あ、73分。くさ、くさ、くさ、くさ。あ、追いかけられた。箱、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 隠れた。ドラム缶に隠れましたよ。緊迫したシーンですね。音もね、すげえ。すごく隠れた。これ軽くトリガーで軽く顔だけ出したりできる。あ、これか。何も見えない。何も見えない。違う。壁壁壁。違う。こっちだ。こっち方向。ここだ。こっち。本当ですね。ひどいよね。あれはおっさんがずっと巣穴からなんかそういう外側から見るとね。ひどいこと言われてるね。必死なのにね。コメントからだよ多分。コメリードって言われてるんですこれ。あっち行くあっち。まあでもこれは気持ちわかりますよ。いや怖いね。出たくないからね。全くもってさ、こうもうなんか長い間頭出しててなんかわって来られてもね見つかってね。しかもこの開発者はあれごと持ってってあれをやったやつだよ。あれごと持ってった人ですか。忘れるよマジで。怖いわそりゃ。
で次5月22日タットテイルですね。これ片田くんの回かな。これはタットテイルって記憶がないですよ。タットテイルはですね、オートラッシュになっちゃう。このファービーみたいな、あこれか、タイトルオートラッシュになってるけど、だから藤川さんがいないから、ね、意識するってやつね。これホラー配信片田くんが出てきたと、例の仕業、うん、そうすピンチヒッターとして片田くん出てきた、41分、諦める片田くん。そんなことあったっけ。はい、ありがとうございます。はい、さよなら。はい、さよなら。ちょっと待ってね。オッケー、オッケー、暗いぞ。でも大丈夫、俺はもう地下というね、地下空間が待ってるから。でこれで一応静かに。地下という地下空間ね。あー、うるさい。1分、逃げましょう。1分になったのかい。もうダメだ。もうグルームできねえもん、もう。地下に来ちゃったから。地下に来ちゃったからね、もう。ブラシがね、ないんだ、だから。ダメだ、もう許してくれ、許してくれ、あー待ってくれ、許してくれ、もう我慢してくれ、もう手串、手串でいいだろ、手串で、ね、手串でもう我慢してくれ、もうダメだ、もう逃げない、逃げない、ちょっと待ってくれ、あー待ってくれ、もう暗い、待ってくれ、あー待ってくれ、あー待ってくれ、明かりつけろ、明かりつけろ、明かりつけろ、え、なんかが来るわけ、それで、そう、何かも、あー待ってくれ、待ってくれ、あーもう静かに、静かにしてくれ、あーもうダメ、捨てろよ、この人形、なんで持ってんの。諦めちゃうんだよ。諦めるな、諦めるな、頑張れ、生きろ、生きろ、どこだここ、どこだここは、壁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 、あー、オーケー、オーケー、オーケー、あー、ダメだ、フィード、エサ、ヒヒヒヒ、エサ、エサ、グルーム、エサ、エサ、階段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 がないんだよ、階段、どこだっけ、ここだ、やめちゃうんだよ、惜しいぞ、違う、ここはいけるぞ。やめちゃう片田くんでした。続いてこの回からいきましょうか。46分片田くん壊れる。これ面白かったな確か。出だし2分、オッケーオッケー、想定ない想定ない、1分半かな、ママ、あ、ママ、ママ、はい、オッケーオッケーオッケーよ、そう喋るんですよ、忘れるんですよ、わかんないけど、あーすごい音がなんかぐるんぐるんするママ音楽なのね、何してんのこれは。なんかよくわかんないんですよ。あっ、ああ、いたいた。なんか目みたいな。そう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 。顔が。ああ、待って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 、あー合うじゃねえよ、合うじゃねえよ、合うじゃねえ、合うじゃねえんだよ、ライトライトライト、もうライトヤンキーのコツなんだよ、明るいよ、あのマジギレ、マジギレでしたね今の、アクチュアリー、アクチュアリー、ラブアクチュアリーだよ、そうだよ、指アクチュアリーだよ、ちょっと待ってくれ、待ってくれ、汗汗、あー、赤い赤い赤い、待って待って、あーやばいやばい、あー行き場がない、行き場がないぞ、あー待ってくれ、俺はもうダメだ、あっ、あー、こういうの来んのか、そう、こういうのに追われてる、そうでしたね、思い出した、ブル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 ってなっちゃって怖かったんでしょうね、怖かったんでしょうねじゃない、ね、怖かったんでしょうねじゃない、怖かったんですよ、すごかったね今のは、心理はね見えますね、あの昔のさ、あカセットテープを再生しながら早送りした時みたいにさ、待ってくれ待ってくれって、だからもうオーバーヒートしちゃったんですよね、怖かったですね、そうそうそう、ちなみに今回ねスペシャルということで2時間撮ってますからね、あ、そうですね、あ、そうなんですね、はい、あと10分で終わらず、はい、大丈夫ですか皆さん、大丈夫ですよ、でですか、全然、はい、90分で終わるね月曜ホラーですけど、今日は特別編ということで、はい、ちょっと30分拡大してお届けしていきます、はい、というわけで、まあでも残り30分ちょっとしかないんで、そうですね、どこまで見れるかなという、いっぱいありますからね、ありますよね、で初めてのジェイソン、ね、ジェイソン見なきゃね、金曜日、あ、これだ、これ初めてですか、もうずっとやってる気がするけどな、ここで初めてジェイソンをプレイする、いろいろあるとあるよ、ニューヨークにも行ってるし、そうですね、ジェイソンの話なんかをしてます、してましたね、まあいろいろどういうのが特徴なんですかこのゲームっていうのは、いやだからやっぱ非対称プレイですよ、あ、そうですね、それの進化版ですよね、まあ、非対称プレイですね、うん、その、そこの、まあジェイソン、うん、ジェイソン役1人だけで一応電話しよう、どうやって電話、人間役、どうやって電話するの、サバイバーとなってる、直さないと、直さない、直す、まあ、こんなゲームなんですけど、で、うん、ですね、ザクザクっと名場面いっぱいあったんですけど、美味しいところだけ見ていきましょうか、いいですね、はい、46分ボコられる藤川、えトミーっていうね、あ、トミーね、史上最強キャラクターを
敗者復活で、ゲットした藤川は、この強キャラを使って、うん、他のサバイバーの協力、助けていかなきゃいけないっていう状況です。うん、ですね、ライフルを持ってるんですよね。はい。唯一ライフルを持ったキャラクターです。あ、やばい。殺人鬼ジェイソンに対して。あ、痛い痛い、あいつ殺そう。ライフルを当てるとね、かなり有利になるんですよね。すぐ一発で倒せる。果敢にもね、ジェイソンを狙うんです。お、熱い。ファック。あ、隠れてんだ、あのジェイソン、木の影に。そうですね。やんのか、一発しかないぞ。やんのか、一発しかないぞ。やんのか、やんのか、いた。こいつ分かってるやつ。こいつ分かってるやつ。すいません。やったらやったら、トミー、かましてやれ。トミー、すげえうまい。すげえ回避行動してる、ジェイソン。あの動き。またワープしたぞ、またワープした、来る来る、腕がいける、行って行って、トミーだ、トミーです、トミーです、トミーです、何言ってんの、意味わかんないんだよ、何なのトミー、わかんない、全く役に立ってる、しかもトミーです。そして、ま、もっとね、いろいろあるんですけど、サクサクいって、ギリギリね、こんななの、このゲームやってる時、ね、またトミーです、今回またタイトルトミーです、引きがね、また藤川さんいいから、トミーはね、あの、うん、仲間のサバイバーを助ける役割ですからね、そうですね、強キャラですから、藤川さんがこれ1分稼げば、そう、みんなのね、よし、僕も入れてくれないか、おい、まあ、憑依型ですからね、仲間プレイヤーの、そう一緒に行動して、鍵閉めよう、優しい、鍵まで閉めてくれた、この子惚れそう、好きになりそう、もうそうだね、いいお嫁さんになるよ、もうセクシーですからね、アメリカの女学生、下手したらこっから打つ、お、かっこいい、こっから打つよ、トミーは、よし、弾はないんすか、弾はね、ないと思う、何の音これ、なんかカチャカチャしてる、あ、何の音、悲鳴です、何の音だよ、なんだ君、どう、やばい、やばい、放送あと2分半、ギリギリだったっすね、時間がね、トミーもこんな家に籠城してる、あの子守ろうよ、あの子守るか、よし、見てーなーこれ、守ろう、あの子ストーカーだね、トミーです、ちょっと地味ですけどね、地味ですけど、全く足引っ張ってるよね、邪魔だわ、あれすごい邪魔行為だな、あの声は、おかしいよね、傷だらけになってるし、いやいやいや、体型とかじゃないから、バリンつってトミーだから、トミーいるだけで、ね、みんなの勇気、ちょっと小粒ですけどね、ちょっとあの迷惑行為を、藤川の迷惑行為が、そうですね、はい、ノミネートされてました、すごいですね、はい、続いて、6月12日アンティルドーン、あー出たよ、アンティルドーンラッシュブラッドですね、片田くんの回かな、これは、あ、そうですかね、まあまあ小粒じゃないですかね、そうそうそう、これアンティルドーンはね割と上手にできたと思う気がするよ、こういうね、ゲーム面白いよな、VSVR のレールライド型のホラーシューティングアドベンチャー、ガチンコで怖いだよね、そうそうそう、ね、あの片田くんからね、あ、そうそう、この回はもうあのマスクしてるんですよ、キックアスのマスクはね、そう、汗かいちゃうからね、51分にね名言が出てきます、この名言にちょっと、これ割とねなんか武器持ってるから割と上手にできた、片田くんの名言、これか、これがホテルに向かって、ここからちょっとね、中盤のクライマックスが、ゴール、ホテルだ、ゴールじゃなくてホテルだ、あ、やばい、音がする、ゴールって書いてねえだろ、おっ、よし、通りだ、あ、ちょっと待って、あ、ちょっと待って、おーい、あ、よー、怖いよー、ゴーストに襲われた、怖いよー、わーおー、おー、今なんて見るよな、今なんて見る、お、何あいつ、え、何あいつ、お、ちょっと待って、あー、お前、あ、オールスターだよ、オールスター、例と別売りのオールスター、あのね、どっちもあるから、あー、待ってくれ、あー、例と別売りのオールスター、だよ、説明なんですよ、なんか説明、物理、そう、例と物理の、全く意味を感じない、説明してたじゃん、今どっちもあるからっつって逆にこの手のゲームで霊と物理のオールスターじゃないゲームなんとか敵が強い、あるよ敵が強くなってきました今、まあね、そう、普段見てるアニメの、ね、影響でしょうかね、これは、いや、いいですね、関係ない、
そして、6月19日サクサクっていきましょうか。そうですね、とまたジェイソンなんですよ今回。ジェイソンいっぱいあるな。このジェイソンは結構面白かった気がするな。ジェイソンいつも面白いよね。まあいつも面白いんだよな。このゲームやってる時の記憶あんまないもん。藤川さん基本的にないよね。やっぱ憑依しちゃうんでしょうね。憑依しちゃうから。記憶も一緒にまたファーッと抜けちゃうんだろうね。毎回ね、なんか面白いのがあるからね。6月19日ジェイソンは、1時間4分。白神の、ん？湖って書いてあるな。なんだろうこれ。ガレージに電話ないか。電話、電話。警察に電話して。電話で知らねえぞ。逃げたい。そうか。電話どこだよこれ。ここね、トミガン、トミガン。トミガンだ。トミガン。で、ああ、ああ、オーマイガー。電話。憑依してますからね。電話どこよ。警察にエスコートされた。そうです。あれ。え、また壊された。また壊されたってどうやって。シリが反応してる。うわー、シリ。壊されてないよ。壊されてない。電話。壊されてない。電話。電話。いけるいけるいける。壁にあったよだって。どこの壁。電話接し物。え、あっ。オッケーオッケー。あったあったあった。あるじゃない。あったあったあった。あった。早く。もしもし、もしもし、警察ですか？赤いね、赤いゲージがね、止まるのがね。湖にジェイソンがいる。今電話してる、電話してるんだよね。おい、どうなるの？あとどうなんだ？なんだ、憑依してるからね。なんだこれ。やだ、撃て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 。やだ、構えろ構えろ。これ怖いね、音がね。近くにいんのかね。なんのか。そうさんだね多分。撃ってきてるぞ。投げてきてる。投げてきてる。ジェイソン。ジェイソン。ジェイソン。痛い。痛い。くそ。くそ。今日一の絶叫じゃない。あと4分なんだよ。警察なかなか来ないんだね。そうそうそう。待て。後ろ後ろ。撃て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 。ジェイソン。ジェイソンもう撃つ気はなかった。ジェイソンやめてやめて、話せばわかるでしょ。撃つ気はなかった。血出てきた、あくび来ていて。なんだこれ。なんだこの死に方。そうなんですよ。放り投げられて。これ、どんなのゲーム。ちなみに、この前に、この回で、ジェイソンのロールプレイをしてる外国人プレイヤーがいて、そうそうそう、その人ですよ。そうそう、ボーイチャーをしてるんですよね。へへへへとか言いながら。そう、もうジェイソンそのものみたいな。そうそうそう、そのシーンもここにあるんですけど、ちょっとごめんなさい、メモってないんで、次行っちゃいましょうか。I'm Jason って言いながら遊んでたしね。I'm Jason って言って遊んでるプレイヤーが確かこの回だったような気がします。だよあれ。16分に I go to home って書いてあるけど、なんだろうこれ。I go to home って何だろう。まあ言ったんでしょ、どうせ。言ったんだろう、知らん。I go to home って書いてあるけど、なんだろう。英語だ。運転せしもの、いけっか。どうやって動かす、どうやって動かしますか。車に乗ったんだ。ノーメンキョ、もうクリア寸前なんですよ。どっちから逃げるだけだ。早く乗れ、早く乗れ、おい早く乗れ。マップ見て、トミー、マップ見て、トミー乗ったか。おい早く返事しろよ。乗った、落とした、乗った、落とした。あ、キキママ、キキ3人で、3人でゆっくりだ、ゆっくりだ。どっち、こっちいいの、こっちいいの。カーナビ、カーナビゲーション、アイウォッチカーナビゲーション。憑依してるからね、英語だから。何、外国人だよね。カーナビゲーションって言ったら、キャンプ場、あ、もっとカーナビゲーション。おしおし、いけるぜ、いけるぞ。クリアするんですよ、これクリアするんですよ。道が狭いけど、右右右右、これクリアします。右だ、方向がひどい。右だ、右。おいった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 やったやった、おおやった、やったぞ、おい、おお帰れるぞ、帰れる、マジマジジェイソン、ジェイソン、ノー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 ジェイソン、
ノージェイソン、ノーやめろジェイソン、ノージェイソン、ノージェイソン、I want to go home, I go t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 o home. 最低じゃん。I go to home. 全員、サバイバー。全員見捨てて行ったっていうね。シャメ取る、シャメ取る。俺をシャメ取る、俺は。シャメ取る、シャメ取るぞ。シャメ取った記憶ないわ。仲間クロラのだ。仲間の犠牲を払って、見捨てた藤川でした。で、ここで初めてジェイソンを藤川が引くんですね。ジェイソンランダムで選ばれるんですけど、初です。ここで初、2回ぐらいやって、ようやく選ばれた。なかなかね、選ばれなかったんですよね。なので、その時の喜びもひとしおなんですよ。僕も喜んでます、これね。なかなか弾けなくて、8分の1ですから。確かに。そうっすね。最高の最後に藤川が弾いて、時間的にもね。そう、オーラスで長い。これが今、マッチング画面ですね。あと10秒、あと10秒、集中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 。そうそうそう、ジェイソンを弾くようにね、集中して。そう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 、弾くのを今、お祈りしてる状態ですね。そうそう、ジェイソンだと思ってっつって、自分が息切れするもん。最初に、ジェイソンのカットインが入ってからゲームがインゲームになってから自分のジェイソンだと分かる。そうですね。ほんとなんでこんな疲れてんだ。来るよ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 来るぞ。ジェイソン来よるぞ、来ちょる。まだ分かんない。感じるジェイソンを、全身にジェイソンが。これ今8人のログインしてる。 I am ジェイソン、ログインしてる状態です。 I am ジェイソン、聞いちゃうんだよ。さっきの人何してる。 I am ジェイソン、行こう行こう。 I am ジェイソン、早く早く、ハリー来た、これ来た、これ6 5 4 3 2 1、ジェイソン、アニメジェイソン、元気だな。アニメジェイソン、ニャンチューっぽいジェイソンが、おかしい。 I am ジェイソン、来た。 I'm from New York、 来い。 New York、 I am ジェイソン、来た。どうにかなっちゃうんですよね。弾けた嬉しさでね。ゲルゼモン、アイムジェイソン、アイムファミツ、フローファミツ。テンションがね、マップ見てるんだよね。マップ出るわけじゃないんだ。孤島にいる。テンションおかしいんだよ。ここジェイソン、音合ってねえんだ。ジェイソン、飛ばしていきましょうか。これ全然パッとしなかったよね。いるいるいる。まあ、最初の初回のプレイであまり慣れてなかったりして。おいジェイソン、やった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 。おい、どうですか皆さん、どうですか皆さん、どうですか。僕はジェイソンです。ジェイソンです。なんだなんだ、気が倒さない。なんだジェイソンだぞ。蹴られたんだね今。俺がジェイソンなのに。ジェイソンです。俺がジェイソンなのにじゃないよ。アイムジェイソン、これ意外がすんだよな。これ全然ちょっと待って、やると分かるんですけど、ほんと子がね、壊れないんですよね。ちょっと疲れてきちゃう。アイムジェイソン、どうすんだこれ。これだ、こうだ、こうだ、これでこうだ、まあ、ワープができるんですよね、ジェイソンは。意味なくダメだよ、ほら、ちゃんと追い詰めなきゃ。アイムジェイソン、この後はジェイソン、アイアムジェイソン。あいつ煽ってんだよね。いけいけ、あ、見えますもんね、もうすぐ。あああああアイアムジェイソン。見えないね、あのプレイヤーね、目の前に。これなんか仕掛けてんだよ。お前を、俺お前殺す。あトラバさん、トラップ、まんまと引っ掛かった。いいとこなしで終わる。完全に翻弄されました。最初テンションだけで終わる。最初ね、まあ今の人上手でしたね、あの敵の人間のキャラクター、ね、こいつダメなやつだって分かれるし、もう罠引っ掛かるし、ね、ここでね、13日金曜日面白いなってなって、なったんですよ、ね、しばらくやりましたね。またジェイソンなんですよ、次も。ジェイソンの名シーン目白押しですから。ここからね、あのジェイソン、藤川ジェイソンのジェイソンマスクをかぶるっていうね、あ、そうですね、小道具も用意してね、やりましたね。25分、木に引っかかるジェイソン。そこだそこだ
そこ今左に聞いてんですね。だからあと2、3分で警察来ちゃうから、ここ警察呼ばれていて、溜まってんなこいつら。 KK これシフトで、シフトで終える、これシフト終える、終える終える。発狂しちゃった。俺の憤りがついに爆発した。規制を上げ出した。いっぱいいるぞ、いっぱいいるぞ。けーけー、目の前の門に届かない、逃げちゃった、届かない。あそこに人いっぱいいたのにね。ほんとね、木に引っかかってイライラが限界に来ると人は規制を上げるんですね。ほんとに。次が今のすごかったね。すごいね。木に引っかかって待ったらもうちょうど警察来るんだから。会社って書いてある。会社ってなんだろうこれ。会社なんでしょうね。主人公ジェイソンを触った時の会社ってなんだろうな。一体感がもうね半端ない。カウンセラーとかじゃないですよね、みんな。どっちかって言ったらジェイソンじゃないですか。もうまあそうですね、カウンセラーかジェイソンかって言ったら、まあ、まあそうですね、ジェイソンじゃないですか、やっぱり。だからもう会社、あとやっぱ会社って何なんですね、特にね。会社って何だっけな。あれだ、オレンジのものを身につけて写真撮ろうって言った時だ。また。ああそうですね、あのジーズブレインに社名が変わったするぐらい。これ俺、これ俺だから、ほらほら、ニューヨーク帰りだ今日は。これニューヨーク帰りでしょ。これ違うでしょ。これこれ会社かな。違うジェイソン。やばいけど、これ俺だ。おら来た。Make them remember what they did to us, Jason. Jason! Kill them! Kill them! Kill them! Yes, mommy! Yes, mom! Mama! ほぼだいぶ慣れてますね。ママ、もうね、な、行ってきます。カッパ。これパッパ。早く、早く、早く、もうだからワープしちゃった、ワープ。あの、もう、もう。で、もう、あの、車とか行くとかね。マン、いよいよ、そんでそこの左側。でもよくわかんない、自分でも何言ってるか。結構重要なことあるから、もうすでに割っとく。マン、キッキッキッ。センスも使ってみよう。いるわー。マーマー。マーマー。マーマー。会社。は？何言ってるの？説明して、どういうことですか。多分ね、これね、俺納会みたいのにね、行けなかったんだよ。意味わかんねえ。放送と仕事があって、はいはいはい、なんかみんなで酒飲むのに行けないから、なんかその憤りが、鬱憤が出たんですか。そうじゃない、なんかわかんない、なんで会社っつったのかね。会社でした。会社でした。はい、そうね。次は7月10日、あらや。これカタカナの会ですね。懐かしいですね。懐かしい、あらや、あらや。あのなんだっけ、病院の？病院の。タイの廃病院を観察する。あらやのファーストプレイになりますかね。あらやっていう病院にね、閉鎖病棟に現れた謎の、女性、幽霊なのかな？に追われる方だけど。まだ正体はね、わからないんですけれども。ああ、なんかあゆみって書いてますね、あゆみ。あゆみはあらやだっけ？うわっ、すごいな、おい。車が急に飛び出したよ。え、これ VR でしょ。そう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 、 VR なんですね。どうですかね、ダメージとかあんのかな。左から来たの今、怖い人。今 VR で固くやってますね。そうそうそう、やっぱね、 VR のホラーはね、影がやばいよね。入り込むのがね、じわじわとね、体力、精神力をね、あー、なんかすごい言ってる。え、ちょっと待って、待って、なんか開いたよ。怖い怖い怖い。あ、あそこ開いたのか。結構ね、あ、道が2つあるの。でも前に行けみたいな感じ。結構ドッキリ系と精神系が、ね、ダメだった、バランスよく混じった。前じゃなかったね。そうだ ね、 そうだね。とてもとても素晴らしい、うん、どっちかな、あれ、こっちかな。じゃあ、あ、鍵開いてないと。ん、あ、じゃあこっちだね。そしたらね、あ、鍵開いてないと。ダメだ、詰んだ。ん、頑張れ。やった、ありがとうございます。あの、まあ、温かい声援。次にね、怖いシーンがありますよと。まあ、これでちょっとガチャンってやるのかなと思ったけど、全然掴めなかった。これね、
負傷書きね。まあちょっとまだいろいろね、いけそうなところが、ね、うわぁ待ってくれ、待ってくれ、待ってくれ、許してくれ、あー待ってくれ、あー待ってくれ、よし、うわうわやばいやばい、なんか来たぞ、ラン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 、うわ走れ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 、歩みが遅い、こいつも歩みが遅いんだよ、歩みみんな遅いんだよ、あー何これ、早くしてくれ、早くしてくれ、歩みを早くしてくれ、待ってくれ待ってくれ、どこだ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 、うわないないぞ、もう行く先が、おぉ、これ怖いって、ね、怖い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 、後ろ、あー疲れてきた、あー疲れてきた、あー疲れてきた、あー疲れもこっちからも来た、右から左から、右から左から、早く、早くしてくれ、うわー、うわー、怖い怖いこれ、こういうね、よくやれたね、こんなの、ね、怖かったですね、この後にバッと来るっていうね、そうそうそう、これは怖かったですね、これはとっても怖いわらや、まあ、でも歩みはね分かりやすいでしょ、あの分かるでしょ何を言ってるかっていうのは、歩みが遅いキャラクターのね、プレイヤーキャラクターの歩みが遅いっていうことを、早く歩けと、そう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 、なるほど、ね、言ってるんですよ、女性の名前に聞こえちゃうけど、ね、聞こえちゃう、7月31アウトラスト2、授かろう授かろうって書いてます、え何で、蒸気を逸した廃村で、あーこれか、ドラム缶にですね、汚水が溜まっていて、その汚水を巡っての、なんかね、いびつな宗教をね、そうですね、キリスト教のやばいのみたいな、やばいバージョンの、宗教が、血がさ、もういい、これ読まなくていいんですか、だいたいこうしたら頭おかしいんで、あ、待って、そこ隠れられるのこれ、いや、こ流してこ、洗い流してこ、洗い流してこ、さっきの、今勘弁してください、 X で隠れるってボタンがね、ボタン1個は出れなかったね、これはちょっと勘弁して、ボタン1個なんだからこれこれだってね、これはね、ちょっとね、ドブドブのちょっとねこれ、俺嫁助けに来たから、授かってこ、これ預かってこ、浴びてこ、そういうことか、翔平さんのやつですね、入る意味がない、預かってこ、入る意味を感じられない、聖水授かろう、授かろう、最後にバカだろ、授かろう、バカだろ、モラル、モラル、ファミ通チャンネル、ファミ通チャンネルだよ、血だよ、こういうところに血を入れるか、こういうところに、授かろう、これ授かり水、なんだこれは、授かり水、なんだこれ、授かり水、水じゃないこれ、授かり血、授かり血、授かり血だから、押したらダメ、人としてダメだこれ、いやでも嫌だよね、これはダメだよ、ファミツーチャンネルこれ入ったらダメだ、入る意味がないじゃん、ダメだよ、何にもいないんだよ、いいから授かろ、ザブンってやるだけだからね、授かろ、授かってこ、何なんですか、授からない、進めないからね、これね、えそう、あいた、うわうわうわ、気持ち悪いよこれ、ほんと、え、これ進まなくないでしょ、いや、僕がね、ずっとどういうこと、キャリー、キャリーゲームラインのところのね、その障害物がキャリーといって、キャリー、なんとかしたもん、嫌なが、ね、表現だらけですわ、このゲーム、どんどんいきましょうか、8月21日アラヤ、これ時間がちょっとやばくなってきましたね、本当だ、いけるかな、どこまでいけるかな、どこまでいけるかな、8月21日アラヤ、どこだろう、日付はどこに、8月21アラヤ、これじゃないですか、ホームスイートホームか、失礼しました、ホームスイートまだ8月、本当だね、まだ8月ですね、8月、あら、いやじゃなくて、ホームスイートホームでした、失礼しました、1時間20分ジャストアウェイ、ジャストアウェイって書いてます、ジャストアウェイジャストアウェイってなんだろうね、ファミツチャンネル見てるのは、だってファミツチャンネルは平均17歳の JK が見てるんだぞ、ね、もうこれも怖かったですね、これ押すとジリジリ上がって、すぐしゃがんでファーって一回死んだ後だね、これじゃあ、そしたら、あ、なんかが出てきてる、多分そうですね、そう、もうこれでもあれだから、もう早く早く、
もうそうそうそう VR でやるプレイが対応しなかったんで、あそう逃げんのここ、あいいね上手上手、そうでこう、そうで次右だ、よし分かってきた分かってきた、なんだなんだ、よし行け、もう叫び声に惑わされちゃいけない、ボタボタしてるとか食らうから、そう、あそういう感じだね、いやあクリアまではやった。今これデモ版なんで。そう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 。ジャスタウェイちょっと待ってって言いたかったんですよ、ね。ジャスタウェイっていうよりか、キャンユーセレブレートの方がちょっとえってありましたね。そうですね。ジャスタウェイからのキャンユーなんかやめてくれっていうことを言いたかったんですよ、ね。あそこ行けばいいと思わせといてダメだった。ダメだっていう。っていう美しいパラノーマルアクティビティ9月4日。あこれも、ね。ジャスタモーメントって言いたかったのか。そうかもしれないですね。これは事案発生とのことです。42分事案発生。なんだっけなこれ覚えてないね、覚えてないっすね、いや別にぶれない、わこれも結構来てるね、うおーうおーおーすごいすごい、おいちょっと待って、ちょっとちょっとなになにちょっと待って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 、 wait 怖くないよ、怪しいおじさんじゃないよこれか事案、ね、実態がありましたね今のはこれ、これじゃないの多分今のは怪しいおじさんじゃないよっつって、ね、怪しくないよ、怪しいおじさんだよ、怪しくないよ、見てよこの右下の頑張ってるぞ、頑張ってさ、かぶっちゃってさ全然怪しくないですよ、あれ少女じゃない、おいやめよ、あやめよ、あいつトンカツ持ってるぞ、お待ってくれ待ってくれ、怖い怖い怖い、待ってくれぞ待ってくれ、うわーうおーびっくりした、変質者追い出される、変質者こんな感じだ、やばい暗い暗い、回収出ると電池切れだし、怖い怖い、やばいぞやばいぞ、逃げないぞ、すげー怖いな、いやこれも怖いな、あー怖い、あれかどうすんのこれ、どうすんのこれ、うわーうわうわうわ、いやこれはね怖かった、怖いね。映像がすごいわ。怖いのばっかりやってんで。何言ってんすか。怖いゲームとプレイしてんで。怖いですよ。すごいわ。9月5日、ジェイソン。またジェイソン。ナメプ狩り。ジェイソン多いですね。あれじゃないの、こう、なんか敵っていうかさ、相手がこうフフンみたいな感じだったけど、捕まえられたんじゃないの、うん、?9 月5日か、これ。それはあ、デッドバイデライト。失礼しました。デッドバイデライトでした。54分ナメプ狩り、そうなんだ、ね、さっきのやつあの扉に入んないといけなかったんだよね、多分これジェイソンにも似たシステムで、そうですね、非対称のもうマルチプレイゲーですね、そう殺人鬼がいて逃げる人がいるっていう、54分ナメプ狩りなんでしょうね、ナメプなんすかね、誰だぞ、藤川が殺人鬼がいて、サバイバーはね熟練のプレイヤーなんで、そうだ、藤川のことは基本的に吊るすんだこれ、そう吊るせあーおっしゃ、あーあー一人やっつけたと、あーもう入学おめでとう、気持ちいいよね、入学のやつですね、これはアップデートの気にやったんですね、よしこいつは入学だろ、こいつはもう入学、黙ってても、もういいか、もう黙っても入学って何あ、もう OKOKOK、いいよこいつはもう黙っても入学だろ、他のプレイヤーは逃げられる寸前なんですよね、あるのか、でも逃げないと、あっちじゃない、あ、こっち空いてる、もう行っちゃった、もう行っちゃった、 あいつだ、よしよし、あ、いるいる、おーいるいる、お前らお前らお前らチェーンソー、チェーンソー、あの、氷鬼みたいな感じ、行かーよ、行かーよ、行かーよ、英会話って言ってる、わかんない、なぜか英会話って言ってる、英会話なんでか最高だよこの人、英会話、最高教師だ、設定がね、最高教師って言ってたのに、なぜか英会話、駅前留学なんだと思うんです、こいつ2回刺してるからね、ほらほら、ここでいざなうことやって入学させるっていう先生ロールプレイヤーしてたんですね、そうです、あ、これ思い出してきたぞ、一人逃げてこれ、あいつだよ、ほらで、
次のやつがじゃあ脱出しないで待ってる人いるんですよ。はい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 。あーこいつチラッチラッって感じで。あれじゃない。待ってんのか。ちょっと待って。これあすげえ。チェーンソーで。チェーンソーしてる。煽ってるんですね。へい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 っつってね。煽ってる。いつでもあいつは逃げられる。この野郎。先生。先生もバカにするな。なめぷがり、なめぷがりしたすげーバタバタしてるこいつ左、なんあんじゃん逃げられるんだこれこれでどうなんだっけやれんじゃないでも、流れ的にはせーせーさたー最後に、一矢報いて終わるっていうまあ人をバカにするもんじゃないよ。暴力ね。そうだね。暴力ですよ。じゃあ次がラストですね。ラストにしましょうかね。ラストが、ジェイソン。またジェイソンですか。またジェイソン。これ多いな。感謝に目覚めた藤川。なんかさ言ってたね。55分。感謝に目覚めた藤川。感謝した方がいいっつってね。いやね、もうギリギリ全然成り立ってないと思うんですよ。いや成り立ってますよ。次成り立たせてみてください。次もう謙虚に成り立たせていただきますよ。ね、もう本当に、はいはい、やっぱ謙虚さっていうのはね大事です。生き残るのにも無縁じゃございませんから。どういうプレーが謙虚ですか。やっぱりこのゲームの。いや皆様の感謝ですね。まずね。皆様があっての私ね。謙虚、それ謙虚から始まったの、ね、感謝。こうやらせていただきます。ここで謙虚に目覚めたんですね。そうですね。キャンプ場があるっていうこともまずも。そして、1分1秒、1時間 1分、感謝1。感謝1。感謝1。あ、たくさんやってるんですねってことは。たくさん、ね、おそらく感謝しかないですね。まだ言ってるよ。まだ言ってる。ジェイソン殺されること自体感謝だよね。いやもうそうだと思います。はっきり言ってしまうとね。はっきり言ってしまうと、もう。やっぱこういう世の中生きていくのは辛いですから。こちらよ。感謝の気持ちだ。感謝できねえよ。火で火で浄化される。感謝。焼いていただきますよ。焼いていただきます。感謝の気持ちでね。俺はどれですか。ジェイソン引きたいんだけど引けない。引けない。そうね。はい。1時間4分。感謝に。感謝。感謝泣き声になっちゃう。なんなのこれ。やべえぞこれ。あ、違う感謝。圧倒的感謝。感謝祭おお感謝背中感謝背中つまんないんじゃない。今何してこうスタンさせたんじゃない。感謝しろあー血だらけ。感謝しろ。どういうことなの。今の感謝2だっけ。今の感謝2でした。次感謝3。全く意味が分かんないよ。感謝3。あ、これ入れてある。もう入れ終わってる。あ、車にね、オブジェクトを。そうこれね、いろいろちょっとこういう直して難しい。マンド入れてみる。感謝。あー、バッテリーを作ってくれた人に感謝。感謝の気持ちでゆっくりね。誰が来た。感謝。あと1感謝。よし感謝祭。よし発進だ。痛みがあることへの感謝。命への感謝。待ってよせっかく来たのよ。感謝って。全然わかんない。何だこれ。何かわかんないね。逃げた。感謝。今のが感謝さ。綺麗だな。バッテリー次は感謝よ。全く覚えてない。感謝を目の前にしてっていうね。ここに銃さえあればな。感謝してますね。銃どこだよ。ゲームの話だからね。銃を肯定する発言をするんだ。
そうですね。銃がね、さっきあったでしょ。さっきあった。バッテリーのあった部屋。もうあと3分20秒ぐらいで警察が来るという状況ですね、これは。ああ、そうだ。森の中にそーっと歩いて感謝すれば いけるんじゃないかって。その可能性ありますね。そうだよ、もう。感謝の気持ちで。感謝の気持ちさえ持ってれば、敬虔な気持ちでね、そうだ。れば、もしかしたら銃なんていらないのかもよ。そうですよ。世の中に。そう、いらない。なくなるね。楽器に変えよう、銃を全部。名言、名言。銃を楽器に変えよう。今は、今は銃がいい。今は銃にして。もう3分は銃がいい。あと3分後でいいから。全部。ああ、銃来た来たぞー、今は銃がいい。1分17秒、感謝4、これラストですね、ラストの感謝。あ、感謝ですね、はい、感謝の締めくくりですね。 あと1分、あと1分、あ、もう本当あと40秒ね、警察が来ると。もうね、そうですね。あ、今こっちに感謝してんの。こっちに感謝、感謝中、やっぱり感謝してます。こっちがね、故郷に繋がってる。これどうなんだっけ、この先ね、見覚えあるもん、この道、うん、20秒かな。それはありますよな、ね、あ、なんだ、残り20秒。え、逆、いや、でもみんなあっち方面にいるじゃない。あ、またジェイソン音楽が到着したらクリアなんでしょ。音楽だって弾いてるオーケストラ。警察が、まあ、警察来たよ、でもほら、あ、やべえ、あ、警察落とした。あ、警察来たぞ。これでクリアなんですか。3分逃げ切って、どこから来てんだ。警察がやってきましたね。あ、こっち来た、こっちだよ、警察来てるぞ。ほらほらほら、警察に感謝、感謝、感謝、ほらほらほら、警察に感謝。あ、ありがとうございます。警察組織。素晴らしいですね。すごいですね。最後だけ合ってた、使い方の。そうでしょうね、警察に感謝。あなた生存、あなた生存。いやー、孫をことなき感謝。いやー、感謝の気持ちですよね。はい、そうですね。というわけで、他にもね、まだまだたくさんご意見いただいたんですが、まあ今日は、ちょっと時間もありますので、時間ですからね、こんなところですかね。いや、素晴らしいですね。いいゲームがやっぱありました。ありましたね。ありました、ありました。たくさんのゲームがね、ありましたが、ね、17年、はいはい、濃かったね。じゃあ、ね、変わりますか。いやー、いや、どうでしたか。いやー、もう見ちゃいましたね。見ちゃいましたね。2時間あっちゅう間でしたね。命かけてやってますから、ね、2人ともね。そうですね。こうしてみると、あのバイオハザードの人、確かにね、あれもジェイソンになった時のね、いやすごいなーっていうね。なんかこうやっぱ一体感があるんですよね。ホラーのゲームは、うん、やられる俺は、うん、他人じゃないんですよ。ああ、そう、プレイヤーとね。プレイヤーはプレイヤーキャラクターは本当にも一体化してる。恐ろしいね。恐ろしいですよ。恐ろしい、本当に恐ろしい、恐ろしい。でもその恐怖に感謝ですね、はい、お、いいですね。振ってきた皆さんに感謝ですよ、皆さんに感謝する。というわけでも時間もね過ぎてますんで、はい、パパッとまとめていきましょう、はい、じゃあ、ファミツチャンネル的ね、ホラーゲームアワード2017をね選んでいきたいと思います。片田くんとね藤川でね、いやそうですね、はい、ちょっと、ね、選んでいくの。そうですね、あのまあ、フジゲームオブザイヤーオブカタダは、あの、はい、まあ、バイオハザード7、まあ、あのあと、うん、マーガレットっていうね、あの、はいはいはい、中ボスキャラもかなり激戦の末倒したということで、すごかったね、まあ、いつもこう、待ってくれ待ってくれってやられる一方の僕なんですけれども、うん、まあ、バイオハザード7に限って言えば、ジャックとマーガレットも2人も倒すことができたというのは非常に、心に残っております。いや僕もそう思いますよ。あのな、あの歌舞伎はもうマジでもう分かるでしょ。あれ最高でだからもう嬉しいって出ちゃうんだよね。もうポン頭でバッサリ切られた、狙ったもんじゃない、悪人が「あれ死ぬ」みたいになるんだな。恐怖が一定値を超えるとね。そうなんですよ、あれはすごかった。あれは僕はすごかった。できた「バイオハザード7レジデントイーヴィル」が片付くん的ホラーゲームは達成感が非常にありました。そうですね。まあでも私の方はやっぱりもうこ れ,、はい、これだろうね。見たらこれでしょうね。見たらこれだろうね。やっぱりね、ジェイソン初だったっていうのをもう忘れてたぐらいの
2017年に遊んでたんですもんね。はいはいはい、はい、まあ、これ人気もありますしね、もう皆さんにもぜひやっていただきたいゲームですから。そうなんですよね、プレイしないと分かんないけど、結構ね もたつくっていうか、もどかしいんですよね、動き方が。そこにんのにこういかない感じとかをなかなかうまく操作できなくてね、ぜひあの憤りを ね感じていただきたい、ね。まあ、ホラーゲームね、見るも楽しいですけどね、当然プレイするのも楽しいですから、はい、皆さんにもねぜひ遊んでいただきたいなと。はい、そうですね。そして最後に視聴者の皆さんに、うん、視聴者皆さん的な、ゲームは、ね、ホラーゲームワードは何かちょっと聞いてね。そうですね。視聴者の何なんですか。僕はやっぱりジェイソン好きですね。ジェイソンね。ジェイソン好きですね。まあ、すね。でもやめさせろも結構聞いてないな。そうですね。あれはお店で来てないですからね。あの、ね、見てたら俺の言ってること全部わかると思いますよ。やめさせろに限ってはね、ゲームというか藤川さんのショーですからね。あれは。いや、本当ひどいんだから。まあ、いろんな賞があったね、名言賞があったら。そうですね。あの、レート物理のオールスター。レート物理のオールスター。そうですね。一緒にね、もいいノミネートされたりする。やっぱね、俺思った。自分のプレイ見積もったんだけど、皆さんに説明しようという気持ちがね、前面に出てますね、常に。そうですね。ねえよ。説明してたし、だからあの言った後も2つは2つあるから、全く意味が分かんない、ね。ねえねえねえ。バイオの、バイオの時にね、待ってくれ待ってくれって言ってねえじゃないか。そう、まあ、まあ、そうですね。行け行け待てっすもうゴーとオフしかないよ。行け待てかねえか。あね、待ってくれ行けっつって、どっちなんだよっつってね、本当に。そうですね。まあ、たくさんコメントいただいたんですけど、まあ、ジェイソンがちょっと優勢だったかなって感じで。そうですね。はい、なんとなくね、ここでざっくりですが、2017年のファミツホラーゲームアワードは、ファミツチャンネル的ホラーゲームアワードは、フライデーザ13日、13日の金曜日に勝手に選ばせてもらいました。勝手に。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。感謝祭ですわ。そうですね。まさに感謝祭ですね、今日は。感謝祭でした。はい。面白かったね。面白かったですね。皆さんもぜひアーカイブ見てください、あの、お暇な時にでもね。そう、あのね、僕の友達も言ってたんですけどね、このアーカイブ見ながらね、あの酒飲むのがね、もう最高の優越だって。友達が見てんのこれ。言ってたよ。やだな。友人の苦しみ様を、ね、名古屋在住の友達が言ってた。やだな。そうですね。ぜひ皆さんもね、はい、あの、いろいろと今年もね、はい、一緒に楽しんでいければ、はい、はい、と思います。今日もたくさんの人が来てくださって、コメントもね、なんか1万に届く勢いで、あらら、すごい、7000か、7000か、9000か、9000ね、わー、すごい、あらら、ありがとうございます。はい、今年もね、月曜日に21時からはホラーゲーム、どんどんプレイしていきたいと思いますので、はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、じゃあ遅くまでお二人ともお疲れ様でした。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。じゃあさよなら。バイバイ。